肩だけのブドウは肩だけのブドウに終わる。肩だけのブドウは実用性がない。これが私の意見である。やり始めから死ぬまで同じ肩だけをやっている。それ以外のことはやらない。これが肩ブドウである。大体の小ブドウが光り、大体の小ブドウがそうである。空手の肩なんかもそうである。合気道もそうである。決まった肩を習い始めから死ぬまで同じことをやる。新しいことはやらない。こういうふうな稽古をしていると肩の通り相手は来る場合はいいけれど、肩と違うのが普通である。何をしてくるのかわからない。肩稽古の場合は相手が何をしてくるというのを分かっていてやっている。相手が何をしてくるのか分からないのが武道である。また肩稽古だけをやっている人は一定の順序でやっている。順序を崩されるともうめちゃくちゃになる。彼らは言う。肩を繰り返し繰り返しやっていると、あらゆる場合に対応できるようになる。こういう。けど、そういう本人が、あらゆる場合に対応するようになっていない。あらゆる場合に対応するように肩稽古でなるには、それこそ名人級にならんといかん。やはり現実にどんな形で相手が来るかわからない。それに自由に対応する稽古を繰り返し繰り返しやっていてこそ、あらゆる場合に対応できる。お互いに自由、相手も自由、自分も自由、順序も何もない、何もないところ同士でお互いに稽古をすることによって、ある程度自由な対応ができる。その証拠に、例えば空手の肩の例で言うと、空手の肩やっている人はそのままでは自由組手できない。自由組手は自由組手で練習している。肩とはあまり関係ない。肩の人は肩だけやっていて自由運転はやらない。あるいはやれない。そのままやれない。これが現実である。合気道でもしかり。相手がこう来るという前提でやっている。
こんな前提のある武道は現実にはない。古武道もしかり、何十かの型で全てに対応するつもりでおるんだろうけれども、相手は何をしてくるかわからない。それに合わせて想定練習をしているだけで、想定外のことが起きるのが現実である。まあそういうことで、私はあまり型を決めて一生それをやり続ける、まあ運動としては良いけれど武道としてはどうかと思っている。なあち、武道は自由であるべきである、型で決めるべきではない。型は初心者には稽古するに良いかもわからんけれども、最終的には武道は型ではない、自由なものである。